物類を紹介するのだ。主にダイソーやセリアの商品。電子レンジマンの動画。川番が積んだもんなのだ。雨が降ったら傘をさす。四国寝たんですか。というわけでね、単体で紹介するほどでもないアイテムもろもろを見ていくのだ。まずセリアで買った低反発砲弾型イヤーピースなのだ。これはイヤホン用のやつよね。なんで買ったの。僕はダイソーの有線300円イヤホンをたまに使ってるんだけど、その同じイヤーピースを装着していて2年くらい経った結果、紫外線の当たる場所に放置してたからか知らないけど、だいぶ色が変色して本来灰色っぽかったのがオレンジ色になったんだよね。ぼかして写真載っけようかと思ったんだけど、結構見苦しいので写真は割愛したのだ。それで同じやつをリピート買いしたわけか。リピートする程度には良かったの。なんといっても110円だし、潰して耳に入れればフィットして安定するのが良いよね。取り付け直後がこんな感じなのだ。まあ見た目の高級感はないけど、使いやすいなら値段安いし、なんでもいいか。コンプライとかの高いイヤーピースにそれなりに近い感覚を110円で味わえるよ。ただヨドバシとかで売ってる大手メーカーよりサイズの幅がないのは100円ショップの限界を感じるかね。マニアックなワイヤレスイヤホンとかだとサイズが合わないこともあるかもしれないわね。そして次がこれ、ダイソーの USB-C 端子をイヤホンジャックに変換するやつなのだ。さっきのダイソーイヤホンをメインノート PC の全ブックで使いたかったんだよね。そういえばイヤホンジャックがないんだっけか。動画投稿の頻度が増えたから外出先でもちょっと編集したいパターンがたまにあるのだ。そういうパターンか。そんなわけで開封して使ってみたんだけど、使えなかったね。これはダメだったか。ちなみに手持ちのスマホでも全然使えなかったのだ。買った意味がない。でもこの商品が壊れてるわけでもないわよね多分。調べてみたところ、こいつはアナログ変換のみ対応とのこと。 DAC 内蔵だ。買える330円くらいするやつを買わないとダメみたいなのだ。じゃあ買い直しか。いや、多分部屋を漁ればピクセル用のやつとか出てくる気もするのだ。なら最初からそれ発掘すればいいのでは。外出先で見つけて色も綺麗だし、なんか欲しくなっちゃったという感じですな。330円のやつもとりあえず見かけたら試してはみたいのだ。というか主要なスマホとか PC で使えないとなると、これどこで使える機器なのかしら。あと動画で紹介してなかったと思う、Xiaomi 13T プロのミヤビックス製保護フィルム。低反射タイプのオーバーレイプラスってやつね。フィルムは普通に剥離紙を剥がして貼るタイプのやつだったのだ。ガイド枠があったり、位置決めしやすい分割があったりな中華製品とかよりは貼るのが難しいわよね。まあ Xiaomi 13T プロは平面ディスプレイなのでまだやりやすい方ではあるけどね。というわけで貼ってしばらく使ってみたんだけど、まあ表示の綺麗さは落ちるのだ。反射防止系のフィルムだとどうしても白い画面とかでちらつきがあるわよね。タブレットやパソコン向けの反射防止フィルムより画面の綺麗さが落ちやすい印象。ちなみに初回貼り付け時は2ミリくらい上にずれちゃったのだ。あまりにも気になるから剥がして貼り直したんだけど、今度は下に若干糸くずみたいなのが混入しちゃったりはしたね。なおフィルムの横幅にはそこそこ余裕があって、多少左右にずれる分には表示領域への影響はないよ。まあとりあえず無理にこのフィルムを買う必要はなし、基本的には標準で本体についてるやつを使えばいいと思うのだ。どうしても反射防止状態で使いたいときは買ってみるのもありかもしれないって感じかしらね。反射防止の精度についてはかなり良いと思うよ。フィルムの端の処理はちょっと甘い感じだね。裁断した部分の処理が甘い雰囲気。 PDA 工房のフィルムだとこういうことはなかった印象なので、そっちの方が良いのかも。そんなわけで今回はこんな感じだね。単体で紹介するようなアイテムは他にもいろいろ買ってるので、また別の動画で紹介するのだ。このチャンネルではガジェットレビューなどやってるので、チャンネル登録や評価よろしくねなのだ。コメントもお気軽にどうぞ。ではまた見てくれよな。